アルジャーノンに花束はですね、古典教養だと僕は思っているのですね。作者ダニエル・キースは1927年生まれ、ニューヨークのブルックリンで生まれたので、その頃のニューヨークのブルックリンというのはもうマジでやばいところでですね、マフィアの巣窟みたいなところですね。高校中退して船乗りになってですね、後に学位を取って国語の先生になりました。23歳でですね、マーベルコミックの前身であるアトラスコミックというところに就職しました。上司はあのスタンリーです。マーベルのスタンリーが上司でですね、その下で編集者になってですね、いくつかのアメコミの原作者にもなりました。それでもやっぱあんま売れなかったんですね。売れないまま31歳の時に短編のアルジャーノに花束を発表して雑誌に売り込みました。これ結末暗いよと、ハッピーエンドに変えたら掲載するというふうに言われて、自信作ですごいの書いたっていうのは分かってるんですね。なので掲載してほしさにですね、ラスト変えようかと思ったんですけど、友達に見せたら絶対これ書いちゃダメだというふうに言われて、他の SF 雑誌に売り込んでですね、なんとか掲載してもらいました。 SF 界ではまあ最高栄誉の賞と言われるヒューゴー賞を取って大評判になったんですね。で、1968年にはハリウッドで映画化もされました。アカデミー賞主演男優賞を取りました。クリフ・ロバートソンという俳優さんは大金持ちになって、そのお金で作者からですね、アルジャーノに花束の映画化権っていうのをですね、何十年間か自分の権利にしてた。これ未だにですね、権利持ってるので、日本でテレビドラマにするときにクリフ・ロバートソン相手に交渉するのがすごい大変だったというふうに聞いています。僕もガイナクソン社長だった時ですね、1980年代の半ばだと思いますけども、山賀博之が、アルジャーノに花束をアニメ化したいというふうに言ってですね、それで僕はクリフ・ロバートソンにアメリカまで会いに行ったことがあるんですね。日本でアニメ化することに関しては何も興味がないですよ。でそんなことで映像化したくないと、それより俺はアカデミー賞の男優賞を取ったんだから、俺を主役にして続編を作りたいんだと。日本人は金持ってるだろう、アニメみたいなことじゃなくて俺に出資して続編やらないかっていうふうに、これまでアルジャーノに花束を2の企画をいろんなところに売り込んでたみたいなんですけども、主人公のチャーリーが天才になってもう一回知能が低くなるって話なんですけど、それをもう一回繰り返すのか誰も見たくないよというふうに言われてダメだったので、日本から来たガキみたいなやつがですね、アニメ化したいんですけどというのを聞いたので、そういうふうな返事したんだと思うんですけど、再映画化が難しい、フランスでもやってるんですけども交渉が大変だったみたいです。7時ぐらいに新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。